学ばなければならないんです。やっぱり仕事っていうのはただ単にするだけじゃなくて、まあ、日本のものづくりもそうなんですけど、やっぱり工夫だとか改善っていうのがやっぱり日本のものづくりの素晴らしいところだと思っておりますので、やっぱり常に自分も勉強していかなければならないんだなと思っております。で、このマナーなんですけど、まあ、意外とできないんです。今日も学校の先生と名刺交換等をさせていただいたんですけれども、名刺交換一つにしてもやっぱりルールがございますし、まあ、社会で、まあ、テーブルマナーだとか挨拶のマナーだとか、いろいろ社会人になってから恥をかくところがたくさんあると思います。まあ、今のうちにこれも勉強してください。このポリテックビジョンは、今年で16回目を迎えました。ここで2年間勉強した学生たちの卒業研究を発表する場でございます。エンジニアを目指す彼たちにとって一つ一つ技術の積み重ねがエンジニアを育てるということで、それを試行錯誤して一つのものを作って、作り上げるということが非常に彼たちの将来にとって大変重要なことです。まあ、そういったものを地域の人たちに見ていただくというのが非常に大きな役割をあると思いますし、この北近畿に短期大学校、工科系の短期大学校というのは唯一ここしかございません。その中でこういった北近畿地域の産業界を一層発展させたいということもありますので、そういった産業界の皆様と情報交換をしたり、あるいは意見交換をする場にもなっていただきたいと思って続けております。